今日は大野雄大と初めてバッテリーを組んでのスタメンマスクをかぶっています。まあ、ドラゴンズのチーム事情で言いますと、あの新型コロナ、そうです、はい、いいスタート切れてただけにね、それだけの、まあ、いわゆる主力級が今、ないなってチームの ね, そねその基本を見せてくれてますよね。うん、で、この、ね、ここはバットで、はい、というところです。なんとか食らいついていきます。2-2です。ちょっと外のボールを。いや、難しいですよ。通算では39打数4安打という石橋。ピッチャー返しの当たり、センター方向、セカンドランナーは三塁を回った。ドラゴンズがあっという間に同点に追いつきました。大野雄大をリードする今日スタメンマスクの石橋のタイムリーヒットが出ました。まあ、あのジャイアンツから見ると一番打たれちゃいけないバッターに打たれたかなという感じですよね。そうですか。しかも粘らないでね、はい、そうですね。キャッチャーっていうのはね、リード面でもね、タイムリー打ったりするとね、冴えてくるんですよ。ここから先がね、かなり緊張したゲーム展開になるかなと。この1本のヒットがね、今落ちるボールによくついていきましたね。ついてますね。その前のフォークもね、スタート切っています。ここはアウトにしました。丸がスタートを切りましたが、ここは石橋が救いました。5回までゲーム終了、ドラゴンズは4番からです。